それで目が覚めたらビーチに寝てた。はい。それも全裸で。はい。でも自分には全く身に覚えがない。はい。もう少しマシな言い訳をするか、おとなしく罪を認めてくれねえか。お前みたいな日本人が後を絶たねえおかげで俺は飯食う暇もねえんだ。嘘みてえな話だってのは自分でも分かってるよ。だけどしょうがねえだろ、マジな話なんだからよ。薬物反応もなし、ラリってたわけでもなく、全裸で往来をのし歩いたわけだ。変態って言葉は日本発祥らしいが、さすがは本場だなあ。聞けよ。だから俺は被害者なんだって。身ぐるみ剥がされたんだよ。パスポートも財布も着替えも全部取られちまったんだって、あいつに。よ、ごめんください。ごめんなさい、ちょっと待って。お目にかかります。あかれさん、どちら様。はい。いや、こりゃうめえや。よかった、ちゃんとした料理を出せなくてごめんなさい。いやいや、すげえごちそうだよ。景色もいいし。それよりすまねえな、突然押しかけちまって。びっくりしました、茜さんの息子さんだなんて。息子か。どうなんだろうな、自分でも全然実感ねえんだけどよ。そうなんですか。なんせ生まれてこの方、会ったこともなければ顔も見たことなかったからな。それに俺にとっちゃ町のババアたちが母親みたいなもんだった。だから俺にとって茜さんは実の母親っつうよりも俺の大恩人が惚れた人って感じなんだ。だからこいつを茜さんに渡してあげたくてよ。それは？その大恩人の位牌なんだ。生きて会うことは叶わなかったけど、せめてね。そう。しかし俺の方こそ驚いたぜ。茜さんにメイドがいるなんて聞いてなかったからよ。メイドっていうほど本格的なやつじゃなくて、買い物とか家事のお手伝いって感じかな。本業は大学生で、留学でこっちの大学に来てるんです。なるほどな。そうだ、名前聞いてなかったな。改めて、俺は春日一番ってんだ。あんたは？千歳って言います。よろしくな、千歳さん。それで茜さんはいつ帰ってくるんだ？今日は戻らないって聞いてます。帰りは明日になるって。
だから今日は泊まっていってください。お部屋も用意しますから。そうか、何から何まですまねえな。いや、明日会うのか。腹くくったつもりだったが、またそわそわしてきたぜ。はい、お酒でも飲んでリラックスしてください。おお、ありがとな。パイナップルのワインか、こりゃうまいな。ハワイの隠れた名産品なの。気に入ってもらえてよかった。いや、もう飲むもん食うもん全部うまいよ。さすがハワイだ。じゃあそんな春日さんにとっておきね。え、ハワイといえばラム酒、サトウキビから作ったお酒ね。これすっごい美味しいの。こりゃまた強いの来たな。ラム酒好きなんて千歳さん、あんた相当酒豪なんだな。春日さんこそいい飲みっぷり。体もすごい鍛えてそうだし。私マッチョな人好きなんですよね。そりゃ光栄だ。あの千歳さんよ、ちょいと近くねえか。そう？そうだとも。あんたみたいな素敵な子がそんなんだと、野郎どもを勘違いさせちまうぞ。好きな人とは距離近くなっちゃうんですよね。春日さんいい人そうだし安心しちゃう。あ、やっぱりすごい鍛えてる。ボクシングとか？いやいや、そんな大層なことはしてねえよ。あ、つか、やっぱ近いって千歳さん。おいおい。やっぱり春日さんっていい人。ねえ、春日さん。なんだい。茜さん、今日は帰ってこないんだけど。俺は飛んだ下方問題、ハワイに来た甲斐があったって問題。本当に嬉しいぜ千歳さん。でもすまねえ、俺は心に決めた人がいるんだ。恋人さんだったらよかったんだけどな。嫌われちまってよ。なら別にいいじゃない、バレるわけでもないんだし。いや、これは俺の心の問題なんだ。すまねえ。やっぱり春日さんっていい人。ごめんごめん、今のは冗談。ちょっと悪乗りしすぎたね。飲み直そっか。はい、改めて乾杯。これさっきのラム酒だよな。大丈夫かな。何言ってんの、男見せろ春日一番。よし、そうだな。よっしゃ、乾杯。これは強烈だ。千歳さん、あんたまだ平気な。なんだこれ。さすがにすきっぱらに飲みすぎたか。すまねえ千歳さん、グラス落としちまった。千歳さん。最初からこうしとけばよかった。え、おやすみ春日さん。
どこだここ。Surf's up, dude. Yeah, dude. Hang loose, bro. 俺がどうかしたのか？その後、30分にわたり市街を歩き回り、駆けつけた警官に現行犯逮捕されて、ここにいると。俺はただ、茜さんの家を探してただけなんだ。茜さんか。生き別れの母親に会いにわざわざ日本から来て、メイドに身ぐるみ剥がされたっていうのか？頼むから信じてくれよ。信じてくれ？お前、自分の状況が分かってるのか？すっぱだかどころか、財布も ID もパスポートも持ってない。お前はジョン・ドゥってわけだ。日本じゃ、七死のゴンベイだったかな？そんな奴の言うことを誰が信用する？あとお前にできることと言ったら、その母親ってのに連絡して代わりに罰金を払ってもらうくらいだな。電話くらいは貸してやるぞ。番号知らねえんだよ。連絡の取りようがねえ。頼れる当てすらないか。じゃあ何でもいけるな。え？何がいいかな。せっかくだ、なるべく重たいやつがいい。あったかな。おい、どうした？ああ、そうだ、あれがあった。半年前のことだ。観光地にほど近いリバーストリートで強盗事件があってな。被害者は金品を奪われ、その際全治3ヶ月の大怪我を負わされた。何の話してんだよ。しかし現在まで犯人検挙には至らず、事件は迷宮入りしてる。この凶悪事件の解決は警察の威信に関わるのに。困った話だよな。話が一向に見えねえぞ。簡単だ。お前にその犯人になってもらおうと思ってな。はあ？お前の入国時期を証明する手立ては何もない。筋書きならいくらでもでっち上げられる。市民は凶悪事件の解決を知り安心できるし、警察はその威信を保てる。いいことだらけだろ。てめえ、あった、いいぜ、手を挙げてくれてよ。その方が好都合だ。取り調べ中に暴行に及んだ凶悪犯、俺の筋書きにリアリティが加わる。ドラマはリアリティがないとな。せっかくだ。他にも何件か行き詰まってた事件があるんだ。その辺もお前の仕業ってことにしといてやるよ。そうだな、何、ひっくるめて懲役20年ってとこだ。かたや俺は署長賞は固い、昇格もあるかもな。俺は日本の中でもそこそこ物騒な町で育ったんだよ。
あんたみてえな悪党もなかなかいなかったぜ。そりゃ光栄だ。さ、立て。しばらくは留置場でおとなしくしといてもらうぞ。そうそう、おとなしくしとくのが賢いやり方だ。これ以上罪を重ねたくはねえだろう。さあ来い。なあ刑事さんよ。ああ、あんたなんで警官になったんだ。そりゃ市民の安全を守るために決まってるだろう。他に何がある。はあ、話にならねえ。なあ、俺が昔日本でヤクザやってたの知ってるかい。そういや背中にご立派なタトゥーが入ってたな。凶悪犯にはお似合いだ。ヤクザってのはな、法律無視するのに大した抵抗ねえんだ。覚えとけ。ああ、オラクッ、The Holy アーバヨー。 Stop right there. Hey, we got a runner. Stop. な、くそ、くそ、なんでこんなことに。とにかく捕まるわけにはいかねえ。どっか逃げねえと。 You're a deep shit, pal. あのパトカーはまさかもう手回ってんのかよ。 I'd stop if I were you. Don't do anything stupid. You can't run forever. You're not getting awayCan't run forever. Stop right there. We're gonna lock your ass. Here he is. Get him. Stop. You're a deep shit, pal. Don't do anything stupid.何やってんだ。荒川真澄が泣いてるぞ。久しぶりだな、春日。桐生さんですか。他に誰がいるってんだ。あ、いや、ずいぶん雰囲気が違うから。これでどうだ。本当に桐生さんだ。でもなんでこんなとこに。話は後だ。もう片方も外す。手出せ。はい。すげえ、桐生さんこんな器用だったんすか。まあな。来い、こっちだ。なんて俺を言っていいのか。キリュウさん、本当にありがとうございました。まったくだ。おかげで俺も逃亡幇助の犯罪者だ。本当に申し訳ありません。冗談だ。はめられたんだってな。とんだ災難だったな。全くです。それよりどうして俺が捕まってるのが分かったんですか。
俺は今ハワイである仕事をしててな。まあ人探しだ。それで街中の情報にはアンテナ立てていてな。たまたまお前のことが耳に入ったんだ。そうだったんすか。桐生さんがハワイにいてくれて命拾いしました。それにしてもその仕事ってのは。俺が戸籍上死んだことになっているのは知ってるな。はい、ご家族を守るためと。死んだ以上俺はもう存在してはいけない人間だ。だから俺は今ある組織の管理下にある。大道寺一派、日本の政財界に絶大な影響力を持つ、いわゆるフィクサーだ。大道寺一派。俺は一派の命を受けてある仕事についてるんだ。早速ですが仕事の話です。写真の人物の発見と身柄の確保をお願いします。一派が関わるような人間には見えねえな。何者なんだ。そろそろ懲りてほしいですね。その手の質問に答えたことがありましたか。聞いてみただけだ。パスポートは来週までに用意します。もちろん偽名ですが。パスポート。ええ、その人物はハワイにいるはずです。ハワイ少しはやる気が出てきましたか。それでこっちに。桐生さん、そんなにハワイに来たかったんですか。まあな。それでさて仕事に取り掛かろうって時にとんだ邪魔が入ったってわけだ。本当にありがとうございました。このご恩はきっちりお返しします。何でも言ってください。負傷数が一番、微力ながらお手伝いさせていただきます。まずは自分の心配をしろ。濡れ衣を着せられたにせよ、警官殴って脱走したことは事実なんだぞ。じきに指名手配される。しばらくは俺といろ。ただ金は貸してやれるが、パスポートまで取られたのは相当厄介だぞ。星の顔はバッチリ覚えてるんで、とっ捕まえて耳揃えて返してもらいますよ。それにあいつに言いてえこともあるんで。居場所は心当たりあんのか。いや、それがさっぱりで。まずは茜さんの家に行ってみるしかないかなと思ってます。なんか手がかりが見つかるかもしれないんで。道順は覚えてるか。え、まあ多分なんとか。なら道案内は頼んだぞ。え、乗せてってもらえるんですか。本当に何から何まで。あ、肩揉みましょうか。事故るからやめてくれ。ありがとうございます。いや、すんませんでした。よう。
いらっしゃい。ほう、連れか。ああ、こちら店長だ。この店はカラオケバーなんだが、寂れていて居心地がいいからよく使ってるんだ。寂れてて悪かったな。俺、カスが一番です。キリュウさんにはいろいろよくしてもらってます。カスガさんか。どうぞごゆっくり。さて、まずは軽く一杯行くか。はい、喜んで。カスガ。はい。少しは落ち着いたか。おかげさまで。ほんとすんません、飯までごちそうになっちまって。いや、ほんとハワイは飯も酒もうまいや。お気に召したようで何よりだ。へえ、いや、地獄に仏たこのことです。こっち来てからわけわかんねえことだらけだ。なんか桐生さんに会って心底ほっとしてます。慣れねえ土地でのトラブルは答えるからな。ほんとそうですよ桐生さん、このご恩は必ずお返ししますんで。期待しないで待ってるよ。いえ、これは口だけじゃないっす。俺だってキリュウさんの力になりたいんす。何でもいいんで手伝わせてください。わかった。じゃあ頼りにするよ。よろしく頼むぜカスガ。はい、任せてくださいキリュウさん。じゃあこの奇妙な再会に乾杯だ。うっす、乾杯。ようやくお目覚めか。もう昼だぞ。キリュウさん、あれ、ここはカラオケバーの2階だ。酔っ払って寝ちまったお前を運ぶの結構大変だったんだぞ。いや、すみません、いつもならあれくらいの酒で寝たりしないんすけど。さすがに疲れてたんだろう。寝て少しは楽になったか。はい、おかげさまで。そうか、ならいよいよ行くとするか。あかねさんの家ですね。ああ、俺のホテルの前に車を用意している。そいつで行くぞ。わかりました。おお、起きたのか。いろいろご迷惑かけたみたいですみません。2階も使っちゃって。気にしないでくれ。2階は昔は接客で使ってたんだが、今は客も少ないし、ほぼ物置みたいなもんなんだ。もし寝床がなかったり人目を忍んで話したかったら好きに使ってくれて構わん。え、でもいいんすか。ああ、数少ない常連のお連れさんだ。手厚くサービスしないとな。またいつでも来てくれ。はい、また来ます店長。おい、ん？
お客さん、アロハ。アロハ。お兄さん、ノリいいですね。陽気さが売りなんでね。ところでお兄さん、うちのお店のお客さんですか？初めて見る顔。ああ、春日一番ってんだ。キリュウさんが行きつけの店があるって言って連れてきてくれて。キリュウさんのお友達。めちゃめちゃ素敵だよね、キリュウさん。あの寡黙でどこか影のある感じが特に。辛い過去を背負いつつも誰にも打ち明けず一人でお酒をたしなむあの背中。本当にそんな過去があるかは何も知らないけど、そんな空気を私は勝手にキャッチアップしています。声も眉間のシワも渋くて、もう一挙手一投足どれをとっても男の中の男って感じ。でも時にはちょっとチャーミングなところも見え隠れしちゃったりして。私としたことがつい熱くなっちゃって。改めまして、私はケイ。このリボルバーで店員として働いてんの。よろしくね、一番。こちらこそ。ハワイには来たばっかりで右も左も分からねえし、知り合いも全然いなくてよ。いろいろ教えてくれると助かるぜ。なんだ、そうなの？それならフレンドになっちゃおうよ。一番はアロハリンクスってやってる？アロハリンクス？もしかして知らないの？ハワイで人気のコミュニケーションアプリ、すっごい流行ってんだから。コミュニケーションアプリ。まあ簡単なハワイの SNS みたいなもんだよね。このアプリ最強の売りは、挨拶するだけで相手がフレンドに登録されるところ。ハワイの人って知らない相手でも結構気さくに挨拶するでしょ。だから馴染みやすくて流行ったんじゃないかな。挨拶してるだけでいろんな人とリンクできるし、それをきっかけに顔見知りになったり仲良くできちゃったりするから、すっごい楽しいって感じ。私よそからハワイに引っ越してきたんだけど、しばらくは全然周りに馴染めなくて、なんで誰とも私と仲良くしてくれないんじゃ、ダメだよこれとか思ってたりしたんだけど、試しに入れてみたこのアプリをきっかけにフレンドが増えて、今では前に住んでたとこよりこっちの方が居心地よくなっちゃった。そうなのか。確かにちょっと面白そうだな。俺のスマホにも入れてもらえるか？もちのろんよ。じゃあ早速インストールするね。へへへ、ありがとうよ。じゃあ早速試してみるかな。おい、店先で何くっちゃべってるんだ。買い出しは済んだのか？ちょうどいいところに。早速マスターで試してみよう、一番。え、マスターもこれやってるのか？ああ見えてバリバリのヘビーユーザーなんだから、マスターに挨拶するだけで OK。 早くやってみて。わかった。アロハ。アロハ。なんだかんだでノリイノがマスターのナイスなところだよね。じゃあアプリを見てみて。きっとマスターが登録されてるはずだから。
お、本当だ。すげえなこれ。ねえ、楽しいでしょ。プロフィールで挨拶した相手のことを知れるし、困ってる人を助けたりとか、お店を利用したりしてもフレンドの輪は広がってくの。一番もこれでもっとこの街のことが好きになれるはず。いいな。よし、じゃあ積極的に交流してみるとすっか。目指せフレンド100人超えなんてな。一番なら意外とすぐ達成できるかもね。おい、そろそろ仕事に戻るぞ。はい、じゃあ私そろそろ行くね。ねえ、またな。おう、そうだった、大事なこと忘れてた。え、なんだよ。フレンド登録、フレンドになるんでしょ私たち。バイバイ一番、またお店に遊びに来てね。キリュウさんも連れて。おう、もちろんだ。See you。 よろしくな、マイフレンド。わかりました。体が軽いな。ここです、キリュウさん。カスガ、ここで間違いないのか。もう間違いないっす。バッチリ覚えてますから。鍵開いてましたよ、キリュウさん。おい、誰かいねえのか。時のまんまだ。キリュウさん、そっちはどうでした。いや、手がかりらしいものはなかった。カスガ、何ですか。ここがお前のおふくろさん、アカネさんの住まいなのか。え、ええ、まだ本人には会えてないですけど。アカネさんというのはこの写真の人か。は、年は取ってるけどアカネさんだ。キリュウさん、何ですかこの写真。なんでキリュウさんがアカネさんの写真を。さっき話したよな。俺今大道実派からある人物の発見と身柄の確保を命じられていると。それがこの人なんだ。はあ、大道実派が茜さんを追ってるってことですか。理由は分からんが、そういうことみてえだな。
れは病。なんであいつが。面倒な奴が来たな。知ってるんですか。ハワイの裏じゃちょっとした有名人だ。へえ、先客か。いい車乗ってるじゃねえか。な、ああもったいねえ。おい、富澤。今度はいいとこ見せてくれよ。はい。来やがった。けどおあいにくさま、こっちには桐生さんがいるんだ。桐生さん、俺いつでも行けますよ。分が悪いな。裏口から逃げるぞ。え、キリュウさん。カスが乗れ。動くんじゃねえ。あ、お前。お前、富澤だったか。病にやられたとこ、大丈夫なのか。うるせえ。とにかく動くんじゃねえ。ここで挽回しねえと後がねえんだ。銃口がブレてる。この距離ならまずは当たらないだろう。合図を出したら乗り込め。すんません桐生さん、ちょっと勝手します。何を言ってる。え、春日。おい、来んじゃねえって。マジで撃つぞ。お前、ろくな治療を受けてねえだろ。病院行こうぜ。連れてってやるからよ。はあ？そんなんで油断するとでも。お前、あの山行ってのと杯交わしたのか。はあ？それがどうしたってんだよ。つっかえしてやれ、そんなもん。親が黒って言えば白いもんも黒くなるのがヤクザの世界だけどよ、その分親はこの命預かるにふさわしくなきゃダメだ。お前はあいつに命預けようと思えてんのか。そんなことできりゃ苦労しねえよ。けど今さら歯向かって何になる。ぶっ殺されるだけだ。俺らが力になる。え、今なんて。俺らが力になるって言ったんだ。病からお前を守ってみせる。約束するぜ。なんでそんなこと。俺はあんたははめて今殺そうとしてんだぞ。精一杯強がってても実はしょんべんちびるくらいビビり倒して、誰でもいいから助けてくれって内心泣き叫んでるような経験俺にもあってさ。今のあんたの気持ちよくわかるんだ。
そんな俺を何の得にもならねえのに助けてくれた人がいて、今度は俺が助ける番だ、そう思ったんだよ。おお、富澤、お手柄じゃねえか。そいつらが先客って、またおめえか。よ、なんであんたがここに。そいつはこっちのセリフだな。ばあさんはいたか。答える義務はねえな。じゃあ義務にしてやるよ、富澤。三つ数えたら撃て。そっちのお連れさんに聞くことにするからよ。ああ、お前、親父。いや、さすがにな。カウント開始だ。一。決めんのはお前だ。にぃ富澤、うん、人生は一度きりだ。もしもはない。どっちを選ぼうが地獄でも、自分で選んだ地獄ならそう悪いもんじゃねえ。はい、さーん。富澤。くそ、くそ、やっちまった、やっちまった。大丈夫だ。背中を押した責任はきっちり取るぜ。ですよね。ああ。自分の発言には責任を持つ。それが大人ってもんだ。オーケーオーケー。お前ら一人は殺して残りは両手両足へし折っとけ。富澤殺すなよ。後で俺が直接けじめつけるからな。すぐ倒れんじゃねえぞ。行くぜ。しつけが足りなかったみたいだな。やってみんかい。かかってこい。受けてみな。潰れちまえ。調子出てきたぜ。終わらせる。やんのかい。よし、どうした。こっち見ろよ。いくぜ。せい、止め。俺の番だ。さっさと来い。手加減はなしだ。調子に乗りすぎなんじゃねえか、富澤。うわっ。よし、やるぜ。調子出てきたぞ。よし、強すぎだろ。調子だぜ。おい、今だ、漏れ。はい。
間違いねえ。本物だ。キリュウだ。キリュウカズマが生きてやがった。病はもともと東条会直系田畑組にいた男だ。田畑直系にありましたっけ、そんなとこ。お前が荒川組に入ったくらいに解体されてよそに吸収されていたからな。ああ、なら知らないわけだ。これは俺もこっちに来る前に大道寺一派から知らされたことだが、病は親分である田畑修二を殺して海外に飛んだらしい。親殺しですか。お前は本当に顔に出るな。別に俺に気使う必要はねえよ。あ、いや、すみません、逆に気使わせちまって。話を戻すわ。病が田畑を殺害したのはいわゆる地上のもつれってやつが原因らしい。地上？なんかちょっと意外っすね。あくまで警察の見解だ。病は田畑の姉さん田畑結衣という女性に惚れていたらしい。親分の奥さんにですか。ああ、事件当日病は田畑修二と結衣をめぐって口論が発展し殺害。その場にいた田畑結衣に暴行未遂を行った末逃走。田畑結衣が警察にそう証言していて物的証拠も揃っている。それで病は絶縁処分を受けてすぐ組は総出で病の始末にかかったが、奴はあっという間に姿をくらまし、その後消息不明となった。そしていつの間にかハワイに流れ着いて頭角を現し始めた。そうだったんですか。なあ富澤、その病がなんで茜さんの家に来たんだ。今から行く家にばあさんがいたら捕まえろ、いなけりゃ矢探しして手がかりを見つけろって、そういう命令だった。病も茜さんが目当てだったか。でもよ、なんで連中が。知らねえ、俺みたいな下っ端はただこれをやれって言われるだけだ。参ったぜ。ちょっと状況を整理させてくれ。俺は茜さんに会いにあの家に行った。そしたら茜さんは不在でメイドを名乗る千歳って子がいた。俺は千歳にもてなされたと思ったらどうもはめられたらしく、酒に一服盛られて身ぐるみ剥がされた。全裸で放り出されたもんだから札にパクられちまって、その上他の事件の濡れ衣まで着せられそうになってとんずらこいてるところを桐生さんに助けられた。そんで千歳の手がかりが欲しくて茜さんの家に行ったら、なぜか病が現れて奴も茜さんを探してることが分かった。あとそうだ、思い出した。千歳は茜さんは明日帰るって言ってた。でもさっき家に茜さんはいなかった。理由は分からんが茜さんが追われる身なのは確かだ。家に戻らないのは逃げているからか、もしくは誰かに捕まった。俺たちや病以外にも茜さんを追ってる奴がいるってことですか。そう考えてもおかしくない状況だな。くそ、どうなってんだ。
病みてえな連中に追われてるってんじゃ放っておくわけにいかねえじゃねえか。だが茜さんを探すにしても今は手がかりがない。今日はもう切り上げだ。お前らしばらくは俺のホテルに泊まるといい。で、いいんすか。いいも悪いも他に当てはねえだろ。それもそうっすね。お世話になります。富澤もそれでいいか。どうせ家にはもう戻れねえ。病が目光らせてるだろうからな。決まりだな。それじゃ行くか。